ものすごい細い道路をうねうね峠を登ってきました。駐車場は広いですね。あそこがキャンプ場なんですよね。キャンプ場が道の駅になりましたみたいな、そんな感じだよね。こんにちは、ザキツカです。愛知県にある道の駅津久高原グリーンパークに来てます。完全にキャンプ場ですね。見てこれうちキャンプ場なのに駐車場でキャンプすんなよって、まあ、確かにその通りです。水がありますね。なんかおしゃれだな。 木からなんか生えてますよ。木から蛇口が生えてる。そして入り口、なんかスタンプボックスって書いてある。道の駅スタンプ、スタンプ部屋がありますね。てってれーん。このキャンプ場の施設全容ですね。今ここ売店、めちゃくちゃ広いなこれ。キャンパー専用駐車場とかもあんな。半端ない広さだなこれ。トマト、お土産、あ、いい匂いがする。なんだろう、キャンプ用品いっぱい売ってる。さすがにキャンプ場だからな。カセットバスとかあるんだね。キャンプグッズだらけ。あ、一通り何でも揃うな。1キロ向こうとかにマスのつかみ取りとかができる場所があるんだけど、歩いてしか行けないんだよね。ちょっと広すぎる本当に。山1個が全部キャンプ場でさ、なんかエリアごとに分かれてるんだけど、広くてよく分かんない。こんにちは。あ、いや大丈夫です。ここは初めてな感じですか。はい。あ、そうなんですね。はい、どちらからいらっしゃった感じですか。名古屋からです。あ、名古屋から。はい。なるほど。ちょっとどんなところなのかなと今ちょっと聞いて回ってるんですけど。あ、僕らは分からない。インターネットで見てきちゃって結構広いですよね。そうですね。結構遊べるみたいなんで、はい、ありがとうございます。以上、津久原高原グリーンパークでした。